お盆休みの中、県内の墓地でも家族連れらが墓参りに訪れています。松山市御幸の清修寺では墓参りに訪れた人が敷身を備えたり墓石に水をかけたりして手入れをした後、線香を上げて先祖の前で静かに手を合わせていました。久しぶりに挨拶できて暑いけどみんな頑張ってますみたいな見守っててくださいって、生かされてることに感謝を述べさせていただきました。で、いつまでも見守っていただけたらというような感じで、暑いのでバテんようにはしてますけれども、はい、お墓も多分暑いと思いますので、はい、ちょっと水をかけて涼んでいただこうかなという気持ちを込めさせていただいてます。今日の最高気温は大三島で 36.9 度、松山で 35.9 度と県内8つの地点で猛暑日となりました。寺によりますと、少しでも涼しい時間に墓参りをしようと朝から訪れる人が多く見られるということです。